教海洋大学の菅みどりです。それでは鎌倉人特派員からのメールをご紹介します。鎌倉の小町通りに桜道というお店があります。お土産に最高のお菓子でいろんな珍しい種類があるそうなんですが、どんなお店か調査してくださいとのことで、うん、私調査とともにある実験をしてまいりました。うん、でも食べ物でしょ。そうですね、あ、食べ物ですよ。出てきたね。グルメは大丈夫ですよ、はい、私と陳さん常に待ってます、ね、もうぜひぜひもう期待通りのものが出てくるので楽しみにしてください。楽しみです。はい、それではどうぞ。はい、今日は小町通りにやってきています。面白具材で召し上がれということで、じゃーん、これ何だと思います？実はどら焼きなんです。こんにちは。店頭にたくさんの種類のどら焼きがあったんですが、はい、実際何種類あるんですか？そうですね、こちらの定番のあんこを使ったタイプから、はい、こちらのモンブランやティラミスですね、はい、炒めの生どら含めまして全部で15種類ありますね。15種類もあるんですか？具材へのこだわりを教えてもらっていいですか？やはり何でも挟めばいいというわけではないので、はい、皮に合った口溶けの良さをやっぱり追求しましたね。何度も何度も食べて出来上がったどら焼きがここに並んでいます。じゃあ皆さんでこれを作り上げたって、みんなで。そうですね、みんなで食べて何度も何度も食べて。大変ですよね。今回私が伺ったのは今年の元旦にオープンした桜道鎌倉本店。昔ながらのどら焼きはもちろん、ケーキ感覚のどら焼きが常に15種類以上店頭に並んでいます。ここ桜道では具材に合わせて3種類の皮を使い分けています。そして私たちの目の前で作っているので出来たてがすぐ食べられるんです。はい、私の気に入った4つです。ちょっと欲張って取りすぎちゃいました。早速食べてみたいと思います。まず定番の小倉。すごく上品なあんこですね。おいしい。はい、チーズ生カスタード。蜂蜜がすごくいいアクセントになってます。おいしい。こちらもたっぷりです。芋ようかん生カスタード。おいしい。そして私が一番気に入ったモンブラン。なんかケーキみたいですね、皮との相性もバッチリ。あ、栗の味が美味しい。ということで、どら焼きにはいろいろな具材が合うと思って早速実験開始です。お肉美味しそう。そしてスーパーで仕込みをしました。バッチリ買いました。準備満タンです。はい、では私の選んだ具材で美味しいどら焼きができるか実験開始です。まず私が選んだのはバナナ。そしてこのバナナとマヨネーズを合わせてみます。実はこれパンと合わせて私が毎朝食べているんです。はい、あんこ次は定番のあんこ、これがどう変身するか。さらに女子大生も大好きなお肉も。あ、でも美味しそう。肉ってなんだよ。いい感じ。え、何じゃーん、できました。私の自信作。このお肉美味しそうじゃないですか。なんだこの食べ物。はい、この変わり種みどりちゃんどら焼きスタジオで食べますよ。みんな嫌がってませんよね。楽しいですよね。美味しそうですよ。はい、お待たせしました。みどりちゃんどら焼きです。まずあんこチーズどら、そしてマヨネーズバナナどら、そしてカルビどらです。やだどれがいくかわかんないです。じゃあ、ねえねえ、なこの2人はいいけど、なんで俺までここなのよ。道連れですよ、道連れ。一緒に味わいましょうよ。俺はこんなゲテモノを食べるためにこの美術さんに作ってもらったんじゃないんだよ。いや、ゲテモノではないです。菅が一生懸命作ったみどりどら焼きなんですよ。本当に味見したのこれ。いや、もう味見というより私が食べてますから。なんでこんなセンスなのよ。いや、まず食べてから行ってみてください、とりあえず。はい、ちょっと大台から行ってみるか。どうぞ。神様。うわお前ら、それ何ドラ？あんこチーズですね。あれ、でもその表情変わってない。美味しい。
本当に言ってる？本当に言ってます。チーズのしょっぱさとあんことすごいよく合う。やったー。おいおい、みんなこれ美味しいですよ。嘘だ。ほらほらほら、ほらほら、ちょっとおかしい。ちょっと言ってごらん。じゃあ清水、はい、チンしたらまた。そう、私何なんですかねこれ。何何、まず一口ガブッと。何ドラ、バナナマヨネーズ。え、どうです、味。嘘だ。清水さんが泣きそう。すごい断面だよ。もうね、色が一緒で分かんないんだよ。なんかあのバナナの中からマヨネーズはみ出てるの分かりますか？うん、ブシュって。マキさんも食べてみてください。ちょっと俺、本当これいくの？はい、これなんだっけ？カルビドラです。なんだよカルビドラって。これいいお肉ですから。カルビドラって困ったな、もう。なんだよこれ。本当、美味しいもの食べるために作ってもらったんだよこれは。美味しいですって、だっていいお肉ですもん。いいお肉です。いいお肉って関係あるのかな。どれですよ、はい、初めて。いやーもう見て、まず分かりますよねこれ。分厚い。うわ、すごい。うわ、怖い。いけ。やだやだやですよ。美味しいですって。どうですか？かわいそう、マイクさん。あれ？え？あれ？おや？何かが欲しいですか？進んで食べてる。しかもお肉も柔らかそうですね。なんかスパッと切れちゃって。いやこれね、まあ肉がうまいんだろうな。やっぱり。いやその味付けも、味付けも、はい。ただこれ商品化しないだろう。そうですよね。これでもちょっと本物の方食べさせてくれよ。私も。あ、じゃあはい。あれこっちだろ、やっぱり。これ塩だらって書いてあるけど。塩だら、ちょっとこっちもしょっぱさとあんこみたい。あ、もうね、もうね、この肌触りが違う。ゲルじゃない。普通にしっとりしてて、こっちはラードでしっとり。全然違うから。おそらですよ、こっちもバナナでしっとりしてますから。おいしい。やっぱり違うんですね。本当だ。なんかふんわりしてますね、見た目も。絶対これ本物が一番。はい、最高。小川さん、さくら道のどら焼き本物食べたことあります？いや、僕もまだ食べたことないんですけどね。ノーマルのは食べてみたいですね。そうですよね、ノーマルのもね。え、なに、あ、どうしてもステーキ入りが食べたいって小川さんが分かりました。なるほど。小川さん、あ、これはどうですか？はい、これ私です。かわいそう。これはなんか入ってる。なんか出てきそうですね。お肉、いいお肉。すいません、なんかあっち昆虫観察。なんか触るのが怖いよね。いやでも本当にこんだけの味の種類あんだもんね。これは楽しそうだね。選ぶのも楽しいですね。毎日食べても飽きない。あ、確かに、確かに、ね、はい、ありがとうございました。じゃあ情報もらえる？はい、では本物の美味しいどら焼きの紹介です。はい、電話番号は 04-67-61-3773、 営業時間は10時から18時です。年中無休です。地図です。鎌倉駅を東口から出て鶴岡八幡宮に向かって小町通りをまっすぐ歩いてください。可愛い看板なのですぐ分かると思います。須田さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。